こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、日本で活動の韓国系企業、円安で8割が経営難、韓国政府に日韓関係の改善求めるということでですね、レコードチャイナが10月20日に配信しているんですけども、こちら記事見てみますとですね、2014年10月20日、韓国貿易協会東京支部はサムスンや LG など日本に支社を構えている韓国系企業を対象に行ったアンケート調査の結果を公開。80.3% の企業が円安により経営困難に追い込まれていると明らかにした。韓国聯合ニュースの報道を引用し、中国新聞網が伝えたということでですね、まあこれはですね、まあ、円安ウォン高で、明らかに、経営なんていうのはもうこれはしょうがないですよね。で、まあこれはもう、日本人としては喜ばしいことですよね。あの韓国系企業なんていうのはもしかして、スパイとかですね、いるかもしれませんし、まあ、日本の、治安の安全上ですね、やっぱり韓国人がたくさんいるっていうのは、まあ、よろしくないと思います。で、こちらですね、まあ、それ以外にもですね、まあ、最近聞いたのは、韓国系企業で大変なのはですね、あの旅行会社さんも大変のようですね。まあ、韓国旅行っていうのを取り扱っていた、韓国系企業っていうのは、まあ、かなり、売り上げが落ちてるっていうことを聞いています。まあそりゃそうですよね。まあ玄関ブームが今、流行ってまして、韓流ブームっていうのはもう、とっくの昔に終わってますからね。で、この、こういう問題に対してですね、まあ、韓国系企業の方々はですね、韓国政府に、まあ、為替介入を求めたりですね、まあ、冷え込んでいる日韓関係の影響が多いためですね、韓流ブームがですね、復活してほしいとかですね、なんか第二次韓流ブームが、第二次韓流ブームを望むとか、そういうことを言ってるようですね。まあ、これは、まあ、1000年後先だったら韓流ブームが、まあ、復活するかもしれませんけども、まあ、今の日韓関係であれば、まあ、ちょっと、厳しいと思いますね。で、まあこのまま、円安ウォン高は、続くかもしれませんし、その韓国の、紙幣が、まあ、紙切れになってしまうという可能性もありますよね。まあ、どっちにしろ、まあ、韓国経済というのは崩壊をしていくシナリオなのかなと思います。まあ日本人としては嬉しいですよね。まあ、韓国系企業が、日本からなくなっていただいた方が、まあ、治安でも安全だし、韓国の製品が、日本で売られるっていうのも良くないと思いますし、やっぱりサムスンといえば、やはりギャラクシーなんですけども、ギャラクシーが爆発とか、そういうニュースも結構流れてますので、まあ、そういう点で、やっぱり韓国とは関わらない方がいいっていう、感じですね。ということで、まあ、悲観三原則を厳守してですね、まあ、これから、日本もですね、まあ、もっともっと景気が良くなっていけばいいと思います。はい、本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。